はい、今日は、拠点の近くにですね洞窟を見つけたので行ってみようと思います。途中までは行ったんだよね。それで、まあ石炭を入手できるものを入手して、まだこの辺りは、浅いんでそんなに、やっぱりねマインクラフト PE は慣れないとなんか操作が難しいね。よいしょ、まだ、最初は PE やってたんだけど、パソコン版のマインクラフトになっちゃうとこのなんだろう、若干操作がしづらい。よし、じゃあちょっとさらに下の、あ、鉄があった。気がつかなかった。鉄ゲット。さらに先、鉄、あとなんかね、パソコン版と比べるとちょっと視界が狭いような気がした。こんなもんだっけ。よし、くっつっつっ、よく見えない、おおじゃねえ、よしよし、おやっつけた。おお、明るくなったその瞬間に来る。あっち行け。おっとおっと、よいしょ、大丈夫かな。何かが泳いでる音がする。そして床に石炭がいっぱいあるんで、これもね忘れずにゲットしていきたいです。何が泳いでんだよ。自分が意図していないところでジャンプされると非常に困るというのと、あと、今すでにつるはしをなくしました。そして、ゾンビの声はする。てちょっとダメ。何？ちょっと待って。鶴はしない。剣しかない。って、ウオーじゃないよ、ウオーじゃ。よし。ゾンビとクリーパーが仲良く泳いでおります。帰ろ。ちょっとね奥の方だけを探索してみる。心臓に悪い。
話しないから何もできないから帰ろう。とっ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 と。おお、違う、あ、死んだ。ちょっと待って、ちょっと、あっち、マインクラフトの P は PC 以上に死にやすいっす。どこで死んだっけ。ここか。全部開始した。はい、逃げます。帰ります、帰ります、マジで帰ります。結構久しぶりにやった PE だけど、こんなに難しかったっけ。ここね、今家を建設中ですけど、はい、とりあえずまだしばらくあの洞窟生活が続きそうです。あー怖かった。あら、だいぶなくしちゃったね。はい、というわけで、今日はこんなところです。以上です。はい、あれ、はい、以上です。